オーシャンはイギリス海軍の全土級戦艦、カノーパス級。1897年12月15日、デボンポート交渉で起航。1898年7月5日浸水。1900年2月20日収益。第一次世界大戦が勃発すると、1914年8月14日に、オーシャンは海峡艦隊の第8戦艦戦隊に編入された。 1914年8月21日、オーシャンはアイルランドのクイーンズタウンに派遣され、同地の警備や周辺で活動する巡洋艦船隊の支援に従事した。ついで東インド艦隊に編入された。1914年10月、オーシャンはインド兵を乗せた船団をバーレインまで護衛した。1914年10月から12月までオーシャンはペルシャ湾に展開している。 バスラに対する作戦の支援を行う部隊の機関を務めた。1914年12月、オーシャンはスエズ運河の防衛を援護するためエジプトのスエズに配備された。1914年12月29日、オーシャンはスエズ運河南端に停泊した。オーシャンはそこに1915年1月中旬まで止まった。それからオーシャンは運河を北上した。 1915年2月3日と4日、オーシャンはオスマン帝国軍の運河攻撃に対抗する陸上部隊を援護した。1915年2月終わりには、オーシャンはダーダネルス海峡に移り、ダーダネルス作戦に参加した。1915年3月1日、オーシャンは海峡入り口の要塞への砲撃に参加し被弾したが、深刻な損害は受けなかった。 1915年3月4日には、セットエル・バールへの上陸を支援した。1915年3月18日、オーシャンは、海峡内部の要塞への攻撃に参加した。戦艦イレジスティブルが、エレンク・イワンで食らいすると、オーシャンはイレジスティブルを栄光するために派遣されたが、途中で座礁した。離礁後、イレジスティブルの栄光が不可能であると分かったため、 オーシャンはイレジスティブルに残っていた人を収容した。放棄されたイレジスティブルは19時30分頃、沈没した。19時頃、撤退中のオーシャンも食らいした。右舷の石炭庫と通路が浸水して、操打装置も故障し、右舷側に15度傾斜した。オーシャンは、沿岸からの砲撃を受けて命中弾が出始め、それによって右玄側の機関室が浸水し、 ソーダ装置の修理も妨げられた。1930分頃オーシャンは放棄され、乗員は駆逐艦に救助された。オーシャンは砲撃を受けながらモルト湾の方へ流れて行き、22時30分頃、沈没した。その日の夕方遅くに駆逐艦ジェドがオーシャンとイレジスティブルを魚雷で処分するために海峡内へ入ったが、2隻の戦艦はどこにも発見できなかった。 ありがとうございます。